金見はあんまり死なない確か広島だから、あの小学校の頃よく聞いてたんですよね。たまたま自分とこであれは買ってなかっただけで、でもまあ水俣と違ってあんまり知らないんですよ。このなんだ金見優勝自体僕はあんま知らない世代なんで、あのすごく勉強になりました。おにぎりパーティー。え、食卓の少女なんていうタイトル？なんか最初すごい金見症なんとかかとか。とかって頼めないよね。でも一応 HDV だよ。はい、何かご質問ありますか？いや、先ほどもご挨拶しました。金見症の被害がその産むという行為、出産でそのお子さんたちにもまたそれが。被害が受け継がれてしまうという意味でもやっぱり人間のそのすごく当たり前の営みがすごく被害を受けた事件を描いている映画だと思うんですけれども、どういうきっかけで伺うことになったんでしょうか。最初にまあなんかもともとそういうあの支援者として行ってそれで知り合ってこういう作品になってもらったの。だからあの向こうもなんかあのどっかマスコミが取材来てるとかそういうこととはなくて、あのまあ、一緒にあの戦ってる仲間が来てるみたいな感じで、それもあの東京からなんかこう若い人があのそれもまあ全部自費ですから、まあ、自費であの東京から若い者があの一緒に戦ってる人が、まあ、来てるっていうことなんで、だからそういう意味ではあの向こうも逆にあのすごい歓待してくれて、あのそういう意味ではなんかすごいあの最初からあの恵まれ、そういう意味ではすごい関係性って恵まれてて。中内さんが写真を撮られている飛行機の写真を撮られてすごくなんかこう楽しそうに撮られていて、僕もあの父が飛行機にまつわる仕事をしていてあの飛行機が好きなのでなんかこうお会いしてみたいなとか、だからこう映画の中の方々がもうあのご存命でない方もいますけれども、こう人としてすごく素敵な方たちだから、ほとんどもういろんな形のこう家族愛ですとか夫婦愛ですとかが描かれてるなと思って、そのどういうやっぱり人間臭さがあるなと思いました。でも見た人に、まあ、あの親近感を持っていただいてそういう感じでやったっていうのはやっぱりドキュメンタリーって結構やっぱり結局その人がとかそういうのが伝わるかどうかっていうのがものすごく大きな要因だと思うんで、だから要するに金見症の被害者の A 社とかそういうのじゃなくて、あの、まあ、自分と同じ年に生まれた1970年の中内浩二君っていう生き方というのはそういうふうに伝わったんだったら、あの本当に、まあ多分あの森さんはこれ以外にあのいい形で受け取ってくれたのかなと。取ってそれで母を手伝ってそれ向きのことをして、それで。無料でいただいていくんですね。まあ感想で実は結構一緒に運動やってる人とか見ると、金目の被害っていうのは実際あんなもんじゃないんで、そこの部分が描かれてないとか、逆にそういう否定的な意見も結構あの一緒にその支援センターとか運動やってる人かとか運動関係者かは結構そういう意味でこの映画に対して否定的な意見が結構あるんですよ。それはだから、まあ、それは多分実際運動やってて金見被害を訴えようっていうことでやってるんで、そういう人たちからすると逆になんかこれはいいとこばっかりやってあんな綺麗なもんじゃないとか、なんか被害の実際が描かれてないとか、そういう意見はあります。逆にね、ただまあでも、まあ、僕自身 の, まあ、思考かもしれないですけども、それは必ずしも別にそういう美しいところだととかそういうつもりだったわけではなくて、本当に自分自身の興味でやった、まあ、結果としては僕自身からやっぱり
やっぱりそういう被害の話でもその被害がいかにひどいかって伝えるだけじゃなくて、やっぱりどっかでやっぱりその前向きの部分のやっぱりそれはまあ自分の好みかもしれないけども、やっぱり映画っていうのはそういうふうに作る、まあまあ、金見賞を知らない方も多いかもしれないですけども、逆にまあそういうドキュメンタリーのまあそういう知っていただくというのがすごい機会だと思うので、まずまず見ていただきたい。新聞、東京新聞で見まして、それで来たんです。でインターネットで調べたらなかなかこの映画館が見つからなくて、で時間が何時だか分からなかったものですから、で今朝やっと見つかって、あ間に合うなと思ってきたんです。このパンフレットみたいなのあるんですか、友達にちょっと配りたいんですよ。これうちの私多摩市でいろいろサークルやってるもんですから、早速これをみんなに配りたいと思います。すいません、市の公民館の方持ってって向こうで許可を得て置かせてもらいますので、こんなにいただきましてありがとうございます。